こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では大人の男性におすすめしたい7つのお財布というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、お財布というのは日常的に使うものなので結構こだわっている男性も多いかなと思うんですが、ただですね、選択肢がめちゃくちゃたくさんあるので、どれを選んだらいいかわからないという方も少なくないのかなというふうに思っています。まあ、今回はスタイリスト目線でこういったお財布が大人の男性にはおすすめですよというものをですね、具体的に7つご紹介したいなというふうに思っています。僕は普段スタイリストとしていろんな方のスタイリングをしてるんですが、そうするとですね、財布はどんなものを持ったらいいですかと聞かれることがですね、少なくないんですね。そんな時にその方の個性だとかどういうものが好きなのかというところを伺いながらいろんなお財布をご提案するわけなんですけども、まあそういった背景もあるので、僕は普段からですね、様々なお財布を見てるんですね。まあその活動の中でこの7つであれば皆さんに自信を持っておすすめできるよというものをですね、今回ピックアップしてみたので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではファッション初心者の方に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説してるんですが、もうちょっと中級者的なアイテムの紹介ですとかコーディネートの紹介は僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップの方で解説をしますので、よかったら下の説明欄の方にリンクを貼っておきますので見ていただければなというふうに思っています。それでは早速ですね、一つ目のお財布からご紹介したいなと思うんですが、一つ目はガンゾというブランドのお財布になります。こちらは日本のブランドになるんですが、会社自体の創業は結構古くて100年ぐらい歴史のあるような会社なんですね。その会社が展開するのがガンゾというブランドなんですが、ここはブライドルレザーだとかコードバンだとか、まあ革製品の中でも高級と呼ばれるような結構ですね、希少な革を使って作られているんですね。結構ですね、ブライドルレザーだとかコードバンに関してはファンが多くて、どういった特徴があるのかというと、まあそれぞれですね、また違った味わいが出てくるんですが、長く使えば使うほどですね、経年変化がとても美しいという特徴があるんですね。僕もですね、どちらの革の財布も使ったことがあるんですが、基本的に財布というのは使えば使うほど劣化していくものなんですけども、こういったブライドルレザーだとかコードバンに関してはだんだん使ってるうちに色が濃くなってきて柔らかい光沢感を帯びてくるようになるんですね。こういった経年変化を楽しむという意味では、このような素材感の財布というのは結構大人の男性にはおすすめなのかなというふうに思っています。まあ、ガンゾのお財布のデザインというのはかなりオーソドックスで、スーツスタイルにもビジネスカジュアルにもオフで使ってもいいぐらいのかなり使いやすいデザインになってるんですね。その点経年変化を楽しみながら長くですね、活用できるような財布になっているので、かなりおすすめのお財布かなというふうに思っています。金額はですね、決して安くはないんですが、長い期間使うという意味ではコストパフォーマンスは非常にいいブランドなのかなというふうに思っています。国内ブランドで長く財布を使いたいという方はですね、ぜひガンゾの財布を見ていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のブランドをご紹介したいなと思うんですが、ラルコバレーノというブランドなんですね。こちらは2008年にスタートしたブランドなので、そんなに古いブランドではないんですね。主にですね、イタリア生産というところを特徴としていまして、職人が丁寧に作り上げるというところで品質は間違いなくいいのかなというふうに思っています。ただメイドインイタリーなんですけども、デザイナーは日本人ということで、ちょっとそのあたりがですね、変わってるブランドかなというふうに思っています。革はですね、品質のいいゴートレザーを使っていて、表面にですね、型押しをしてあるので、結構ハードに使ってもですね、傷が目立ちにくいというところもかなり使い勝手がいいのかなというふうに思っています。デザイン自体はシンプルなんですけども、結構カラーリングに特徴がありまして、シンプルなブラックですとかネイビーのカラーの中にアクセント的なカラーが少し混ざるようなところが特徴的で、普通のベーシックな財布よりも少しひねりが効いたものの方が好きな方にはラルコバレーノは結構おすすめのブランドなのかなというふうに思っています。まあ、このラルコバレーノも様々な形の財布を作ってるんですが、その中でもですね、特徴的なのは小さな財布ですね。最近のキャッシュレス化の流れを組んだスマートミニウォレットというシリーズがあるんですが、これがですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。普段のスタイリングの際でもご提案することが多いんですが、かなりサイズも小さいですし、色のアクセントも効いてますし、小銭を入れるスペースだとかカードを入れるスペースがバランスよく配置されていますので、すごくですね、魅力的な財布なのかなというふうに思っています。僕はこういった小型の財布をいろいろ見てきていますが、かなりですね、ラルコバレーノの作りがいいので、次はですね、これ一度買ってみたいなというふうに思ってるんですね。様々なセレクトショップとのコラボレーションをしていまして、以前動画の中でもマーニーズニューヨークの別注版の財布をですね、僕は欲しいという形でお話をしたかなと思うんですが、本当に色使いが綺麗で工夫のある財布を作っているので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて3つ目がですね、ホワイトハウスコックスというブランドなんですね。
これもですね、ファッション好きの方であれば一度は名前を聞いたことがあるようなブランドかなというふうに思っています。歴史は古くて1875年に創業しているような老舗のブランドなんですね。ここは様々な革小物を作っていまして、お財布だとか名刺入れも結構有名ですが、僕はですねレザーのメッシュベルトなんかを持っていて、そういった革小物全般に定評があるようなブランドかなというふうに思っています。ここの特徴といえば何といってもですね、先ほども出てきましたがブライドルレザーを使ったお財布なんですね。ブライドルレザーというのは製造過程で何度もロウを塗り込んでいるんですが、そのため長く使っているうちにどんどんですね味わいが出てくるんですね。こういった経年変化を楽しむお財布としての元祖がまさしくですねホワイトハウスコックスというブランドなのかなというふうに思っています。僕がこのブランドを知るきっかけになったのは雑誌ビギンの存在が大きかったんですが、ものづくりの背景だとかブランドの歴史というところを紐解いていくと、このホワイトハウスコックスの魅力というのがどんどん伝わってくるかなと思うので、ぜひ皆さんにはですねビギンを読んでみたりだとか、あとはサイトを見ながらホワイトハウスコックスの魅力というところを深掘りしていただきたいなというふうに思っています。まあ、このブランドはですねブライドルレザーだけではなくて様々な革を使った財布を展開してるんですが、その中でもですねやっぱり定番は三つ折りの財布なんですね。この柔らかいラインが特徴的なんですが、このホワイトハウスコックスといえばこのデザインが何といっても特徴的なので、ぜひ皆さんにはですね百貨店ですとか、あとはユナイテッドアローズの店内の中でも取り扱いがあるので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて4点目にご紹介したいのはブリーフィングというブランドなんですね。こちらは財布の専門ブランドではなくてバッグを得意としているようなブランドで、結構ビジネスシーンで使うようなタフなバッグだとか、あとは小物用のケースなんかも結構得意としていまして、ミリタリー要素あふれるような頑丈な素材を使いながらもタウンユースでガンガン使えるようなすごくバランスのいいデザインが特徴のブランドなんですね。結構ブリーフィングというブランドはおしゃれが好きな方の間でも定評がありまして、結構ですね僕の周りでも使っている方は多いんですね。今までご紹介した革系の財布もいいですが、もっと日常的にガンガン使いたいのであればブリーフィングのお財布なんかもなかなかいいのかなというふうに思っています。僕自身もですね実はブリーフィングのお財布は持っていまして、まあお財布とは言ってもですねこちらの小銭入れを僕は愛用してるんですね。これは今から4年ぐらい前に試しに買ってみたものなんですが、意外と使い勝手が良くてかなり愛用してるんですね。まあ、シンプルな小銭入れになってるんですけども、開けてみると3室構造になっていまして、小銭が入れられるスペースとカードを入れられるスペースと、あともう一つはですね僕はお札を入れるようにしていまして、これ一つで十分にですね財布として完結してしまうんですね。ですので最初は僕は小銭入れとして買ったんですが、意外とこれ一つで休日はガンガンに過ごしていたりするので、そういった意味では気軽に使えるお財布としてぜひ皆さんにもですねおすすめしたい財布なのかなというふうに思っています。僕の場合はオンとオフでお財布を分けるようにしてるんですが、そういう形で利用するにもいいかなと思うので、ぜひこちらのブリーフィングというブランドもですねチェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いてご紹介したいのはデザイナーズブランドのお財布になるんですね。お財布選びにはいくつかの基準があるかなと思っているんですが、まず一つ目はあまりブランドネームにこだわらないで品質の良さというところにフォーカスをする選び方なんですね。そういった基準で選ぶとガンゾだとかラルコバレーノが該当してくるかなと思うんですね。あとは日常的にガンガン使えるような堅牢なものを選ぶという意味では、先ほどご紹介したようなブリーフィングがすごく使い勝手がいいかなと思うんですが、もう一つ財布選びの基準がありまして、テンションが上がるようなブランドものを持つというのも結構皆さんも重視されているのかなというふうに思っています。僕自身は普段ですねあまりブランドものを持つことがないんですが、せめてですね財布だとか小物ぐらいはブランドものを持ってテンションを上げるのもいいかなというふうに思うわけですね。服とかでブランドもののロゴが入ったものを選ぶことはほとんどないんですけども、まあお財布ぐらいはいいかなというふうに思っていまして、そういった基準で見た時にどういったブランドだったら大人の男性にもおすすめできるかなと考えた時に、僕の中で浮かび上がってきたのは3つのブランドなんですね。まずご紹介したいのがサンローランというブランドなんですね。まあこのブランドはデザイナーズブランドの中でもかなり有名で、いろんな方が名前は聞いたことがあるかなと思うんですが、メンズの革小物すごく良くて、僕自身も今までいろんな財布を買ってきたんですね。長財布も買ってきましたし、ミニウォレットも買ってきましたし、小銭入れも買ってきました。その中で現状今ですね愛用しているのが、動画の中でもよく出てきますが、こちらのコインケースなんですね。現在僕にとってこちらがですねメイン財布と呼ばれるようなものになっていまして、先ほどのブリーフィングはオフ用で音用がこちらになっているんですね。ですので使う割合としてはだいたいですね週5日間がこちらで、週2日間がブリーフィングというようなイメージかなというふうに思っています。
僕自身は最近は決済はほとんどですねクイックペイだとかアップルペイになってしまっているので、ほとんど現金を使うことがないんですね。それ以外はカードが多かったりするんですが、コインを使う時っていうのは子供と出かけた時にちょっとしたゲームでお金を使うぐらいで、ほとんどコインは使わないんですね。ですのでこういった小型の財布で十分かなというふうに思っていまして、本来はコインケースなんですけど、カード類なんかも入れていますね。結構ですねカードはたくさんこの中に入れていまして、ちょっと中身が見えてしまうのは微妙なのでこんな感じでお見せしたいんですが、枚数で言うと10枚以上入ってるかなというふうに思っています。ただショップとかのカードは基本的にアプリ化してしまっているので、必要最低限を持ち歩くようにしてるんですが、それでもなんだかんだでこれぐらいの量は必要なのかなというふうに思っています。そして小銭からお札まで全部収納できるので、そういった意味ではすごくサンローランの財布はいいなと思っていまして、ブランドのロゴも結構控えめなんですね。デザインはシンプルで革質も良くて、ブランドのロゴも控えめ、そしてブランドを持つ世界観としてもあまりガツガツしてなくて上品なので、僕はサンローランの財布はめちゃくちゃ気に入っていますね。まあ、そもそもなぜ僕がサンローランを選ぶようになったのかというと、こちらのサンローランのデザインを担当してたのがエディ・スリマンという人だったんですね。僕はこのデザイナーの方が大好きで、かつてディオロームのデザインを担当してたのがエディ・スリマンという方なんですが、僕は学生時代そのブランドにめちゃくちゃ憧れを持っていまして、とは言っても価格がすごく高かったのでなかなか買うことができなかったんですね。その憧れもあって結構ですね今でもエディ・スリマンのデザインしたものはちょこちょこ買うようにしてるんですが、中でも財布だとか小物系はよく買うようにしてるんですね。以前はサンローランのデザインをしていたんですが、最近はセリーヌというブランドに移籍をして、そこで僕が最近購入したのがこちらの長財布なんですね。正直サンローランもセリーヌもこういった革小物のデザインはめちゃくちゃよく似てるんですね。ですので中身の構造なんかも結構近しい部分があるんですが、セリーヌもですね型押しの革の雰囲気もすごくいいですし、デザインもめちゃくちゃシンプルですごく使い勝手がいいんですね。サンローラン同様ロゴもですね控えめですし、またエディ・スリマンが移籍したことですごく旬なブランドになっているので、こういったセリーヌのお財布なんかもブランドものの財布というものを検討する際にはぜひですね候補に加えていただきたいなというふうに思っています。はい、そしてラスト7点目ご紹介したのがメゾンマルジェラのお財布になります。こちらのブランドはおしゃれ上級者の方にはですねめちゃくちゃ人気が高いようなブランドになっていまして、よくですねお洋服なんかを見てみるとこの首の後ろの部分にタグが縫い付けてあるかなと思うんですが、四隅に糸止めがしてあるようなこういったものがマルジェラのですね一つの代名詞になってるんですが、このマルジェラのタグだとか糸止めを見るだけで、あ、この人はファッションが好きなんだなとか、なんとなくセンスが良さそうな雰囲気が漂うような、そういった世界観を持ったブランドなのかなというふうに思っています。まあ、財布系もいろんなものがあるんですが、中でも小型系の財布がおすすめで、デザイン自体はシンプルなんですが、まあ、マルジェラの代名詞となっている4点の糸止めのデザインですね、これが前面に来たようなお財布というのはですね個人的にもちょっと欲しいかなというふうに思っているものなので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人の男性におすすめできる7つのお財布のブランドをご紹介させていただきました。まあ、他にもですねたくさんのブランドがあるんですが、結構今回ご紹介した7つを理解しておくとスムーズにですねお財布選びがしやすいかなというふうに思っています。僕はこのようなお財布を選ぶときに主にですね有楽町の阪急メンズ館だとか、あとは新宿にあります伊勢丹メンズ館で見ることが多いんですね。この辺りの百貨店に行けば今日ご紹介したようなお財布は全部見ることができるかなというふうに思っています。老舗のこだわりのあるお財布からデザイナーズブランドまで一挙に見れるので、こういった百貨店で見てもらうのが一番早いかなと思うので、ぜひ皆さんもお財布を選ぶ際にはこういった店舗に足を運んでいただければなというふうに思っています。これからもですね僕自身いろんなお財布を経験しながら皆さんと一緒に情報シェアをしたいなと思っていますので、ぜひこれからの動画も楽しんでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。